ビッグデータと M2M。 おはようございます、マサルです。今回はビッグデータと M2M について一緒に勉強します。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成31年春、問い28。意思決定に役立つ知見を得ることなどが期待されており、大量かつ多種多様な形式でリアルタイム性を有する情報などの意味で用いられる言葉として最も適切なものはどれか。 A. ビッグデータ、 B. ダイバーシティ、 U. コアコンピタンス、 A. クラウドファンディング。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. ビッグデータが正解です。それでは解説していきます。問題文ではビッグデータとは意思決定に役立つ知見を得ることなどが期待されており、大量かつ多種多様な形式でリアルタイム性を有する情報という説明がされていました。もう少し詳しくビッグデータについてお話しします。まずビッグデータには大きく3つの特徴があります。それはデータの量が大きいこと、データの種類が多様であること、データの更新頻度が多いことです。これらの特徴に明確な定義はありません。例えば容量がこれ以上になったらビッグデータとして扱う、そのような定義はありません。総務省が公開しているページにもビッグデータとは典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータを指すとあります。さらにビッグデータは大きく3種類のデータがあることも覚えておきましょう。まずは広く公開されているオープンデータ。オープンデータは日本政府や地方公共団体が公開しているデータです。例えば東京都オープンデータカタログサイトなどを利用して東京都のオープンデータを知ることができます。次の産業データは産業用機械の機械間通信時に利用するデータです。例えば橋に設置されたセンサーからデータを得て橋の歪み、振動、通行車両の形式、重量などを収集することができます。最後のパーソナルデータは個人の属性情報や移動、行動、購買履歴などの個人情報を含むデータのことです。例えば個人の商品の購買履歴、使用しているスマートフォンの IP アドレスやインターネットの閲覧履歴などがパーソナルデータに該当します。ここまでがビッグデータについてのお話でした。それ以外の間違い選択肢も確認しておきましょう。E のダイバーシティとは多様性のことです。人種、年齢、性別、能力、価値観などさまざまな違いを持った人々が組織や集団において共存している状態のことを言います。次はコアコンピタンス。他者に真似できない自社の仕組みのことをコアコンピタンスと言います。次はクラウドファンディング。群衆と資金調達を組み合わせた造語です。取り組みたい活動、企画、アイデアを持つ人がインターネットにプロジェクトページを掲載します。活動への思いを社会に呼びかけて支援を集める仕組みのことを言います。では問題を見直しましょう。意思決定に役立つ知見を得ることなどが期待されており、大量かつ多種多様な形式でリアルタイム性を有する情報などの意味で用いられる言葉として最も適切なものはどれか。正解は A. ビッグデータです。それでは次の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和5年、問い19。住宅地に設置してある飲料の自動販売機に組み込まれた通信機器と遠隔で自動販売機を監視しているコンピューターがネットワークを介してデータを送受信することによって在庫管理を実現するような仕組みがある。このように機械同士がネットワークを介して互いに情報をやり取りすることによって自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはどれか。 A. MOT、 E. MRP、 U. M2M、 A. O2O。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U. M2M が正解です。それでは解説します。 M2M とはマシン・トゥ・マシンの略です。ネットワークに接続された者同士が直接的に通信を行い、データの送受信および制御などを行う技術のことを言います。問題文では自動販売機に組み込まれた通信機器と
自動販売機を監視しているコンピューターがデータを送受信して在庫管理を行っています。ところで機械がネットワークに接続されているという言葉から IoT を思い浮かべる人がいるかもしれません。 IoT は物がインターネットに接続する仕組みのことを言います。 IoT はインターネットオブシングスの略でしたね。その名前の通りインターネットを介した通信が前提です。 M2M は機械同士が直接通信を行います。インターネットに必ずしも接続する必要がないのが IoT と M2M の違いと言われています。ではこの問題も間違い選択肢を確認しておきましょう。あの MOT はマネジメントオブテクノロジーの略です。技術を生かした経営のことを言います。技術開発に投資をしてイノベーションを起こし技術革新をすることによって経済的価値を創出していきます。 E は MRP 資材所要計画とも言います。必要なものを必要な時に必要なだけ購入したり製造したりするための計画のことを指します。 E は O2O オンライントゥオフラインの略です。オンラインで接触した顧客を店舗、イベント会場といったオフラインのチャンネルに誘導し買い物を促す販売戦略のことを O2O と言います。それでは問題を見直しましょう。住宅地に設置してある飲料の自動販売機に組み込まれた通信機器と遠隔で自動販売機を監視しているコンピューターがネットワークを介してデータを送受信することによって在庫管理を実現するような仕組みがある。このように機械同士がネットワークを介して互いに情報をやり取りすることによって自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはどれか。正解は M2M です。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はクラウドファンディングについても勉強しました。クラウドファンディングとは取り組みたい活動、企画、アイデアを持つ人がインターネットにプロジェクトページを掲載して活動への思いを社会に呼びかけて支援を集める仕組みでした。ではクラウドファンディングで日本国内における史上最高額となる約9億円を集めたプロジェクトとはどんなプロジェクトでしょうか。少し考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は東京上野の国立科学博物館が実施したクラウドファンディング地球の宝を守れ国立科学博物館500万点のコレクションを次世代へというプロジェクトです。このプロジェクトが国内における史上最高額となる約9億円を集めることに成功しました。クラウドファンディングは単純に資金を集めるだけの寄付とは違い、その活動を応援するという意識が生まれやすいので、単純に資金を集めるということだけではなく人を集めることができるというところに大きな意味があるとも言えそうです。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成31年春問い28、意思決定に役立つ知見を得ることなどが期待されており、大量かつ多種多様な形式でリアルタイム性を有する情報などの意味で用いられる言葉として最も適切なものはどれか。正解はあのビッグデータです。もう一問、 IT パスポート令和5年問い19、住宅地に設置してある飲料の自動販売機に組み込まれた通信機器と遠隔で自動販売機を監視しているコンピューターがネットワークを介してデータを送受信することによって在庫管理を実現するような仕組みがある。このように機械同士がネットワークを介して互いに情報をやり取りすることによって自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはどれか。正解は M2M です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。気になる方は概要欄にコミュニティの説明動画があるのでご覧になってください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。